優勝争いの鍵を握っていたスパーズ、結局3連敗してしまう。スパーズ結局3連敗してて草。スパーズが優勝争いを握るみたいなやつなんだったんだよ今思えば。優勝争い中の全クラブに勝ち点3プレゼントしただけじゃねえか。優勝争いチームどころかスパーズより下位のチームにことごとく負けるのな。終盤のこの負けっぷりは予想以上。3チームどころかチェルシーと新庄にも勝ち点上げただけのバカじゃん。スパーズに期待するのが間違いだった。スパーズを応援するために4時に起きてきたアーセナルサポーターの方々。ただただプライド捨ててスパーズを応援しただけ。スパーズはスパーズだった。